神話力には情熱、誠実さ、そして最も大事なのは優雅さ。一人前のアイドルになるには全て必要ですわよ。ふう、これでステージも楽勝ですわね。これでステージも楽勝ですわね。最近よく頑張っているじゃない。ん？頑張ったご褒美をあげるわ。例えばアイドルのマッサージとかは？あら、オイデンに苦労をかけたくないって？相変わらず優しいのね。努力は裏切らない。これが特訓の成果ね。本当に変なリクエストしてくるね。これで思いっきり遊べるね。仕事してる指揮官から目が離せそうにないよ。これでもっと役に立てそう。今日も一日つまんなそうね。ブレストにいた頃が懐かしいな。気合がちょっと悪いと言われるのは心外だな。こう見えても礼儀礼節はわきまえているつもりだ。評価か。体重に影響がなければいいのだ。貴様の艦隊が盤石であるよう、比喩的な表現だ。つまり一致団結できるように願っている。我が北方連合のようにね。理想的な強化だ。次も頼むぞ。ルーレットでチップを全部ストレートアップ。
ップした人を見たことあるんです。あの運命と勝負するかっこよさ、惚れ惚れしちゃいますね。また少し腕を上げました。ご主人に可愛がられるペットちゃんとは絶対服従ではなく、ご主人をよく喜ばせるものですよ。うまくエムデンに甘えることよ、可愛らしい人間。感謝しますわ、可愛い人間さん。よくやってくれてるじゃない。指揮官、来るのがお早いですわね。そんなにフォーミダブルなライブが楽しみなんでしたら、リハーサルに立ち会って一足先に見てもいいですわよ。これですわね。レッスン任務をわざわざ見に来てくださってありがとうございます。それで、野代のパフォーマンスに改善できるところでもありましたか？磨きがかかりましたね。私弱いしドジだし運も最悪だし、指揮官のために役に立てることなんてほとんどないと思うけど。強化したところで強化したところで艦隊のアイドルが一人、クリーブランドだ。よろしくね、指揮官。レッスンの成果だな。ご主人に可愛がられるペットちゃんとは絶対服従ではなく、ご主人をよく喜ばせるものですよ。うまくエムデンに甘えることよ、可愛らしい人間。感謝しますわ、可愛い人間さん。よくやってくれてるじゃない。